ありがとう。そうです。今日はせっかく、はあ、ね、横山ノックさんが来た。はいはい。あんたとはしてや。あ、そらそや。だからじっくり今日はですね、横山やすしという人物を語ってもらおうという。はあ、若い頃、弟子時代はこういう男でやったって、ね。なるほどな。いつも僕だけではいかん。うん、ね。いやいや本当に、私が21年もあんたいろんなことがあっても、やってる、横山やすしの本当の良さというものをまたですね、横山ノックさんからも聞きたいと思います。なるほどね。ね。まあまあ芸能界。あ、そりゃそうやね。まあ芸能界で師匠言ったら、まあ、親代わりやからね。そりゃそうよ。やっぱり僕でもあの、石井先生に会うと、自分の父親と違うまた、やっぱりこの、どういうのかな、気持ちやもん。緊張するもんな。緊張する。緊張する師匠の前行ったらな、やっぱり。そんなもんやね。そりゃそうですよ。ちょっとじゃあ、お呼びしましょう。はいはいはい。はい、横山ノックさんどうぞ。長いことこの人も僕の弟子してありますが、初めてですせ話し合いさせてもらうのは。あ、びっくりした。話し合いはしょっちゅうしてるでしょ。いやいや、してるけどね、この人舞台出たりテレビ出んの初めて。あ、そう、いや、僕今まで怖かったよ、この人。避けてたんやけどね。師匠が怖がる弟子って初めて。そろそろ、やらしゃれ。何年ぐらい聞いてました。ね、僕にはまあ4年、3年6ヶ月、そうよね、まあ約4年、約4年、4年ついてましたから、4年ぐらいよろしいかな。なんです。21年ついてますよ。察しますか。そうですか。ありがとうございます。じゃあ、あとはお二人任します。はい、さよろしい。なんかあのセットを作ってください。そう、それなりに。じゃあ、やすし、僕だけですよ、偉そうに言えよ。おい、やすし、椅子持ってこんかい。椅子や。師匠が立ってるやないか。椅子や。おい、お前が言ってとってこい。お前がやれ。これ投げ出す。いきな。はい、いついつ。ありがとう。これじゃないか。これも重たい。こんなも重たい。こんなお前重たい。いちいち。椅子にクレームつけるな。これはな、お前口渡せると力ないな。こんなお前重たい。もう適当に置いて。それで、これでたら、しょうあれですよ。これもスナックの椅子でね。なんの椅子でもええな。早く持ってきた。これもうちょっとな、程度もんやで、もう簡単な椅子あるやろないな、そんな。ようぼやくやっちゃうな。大きに大きに。師匠どうぞ。僕こっちで、ね。そっち座って。で、右から喋りやすいでしょ。右からは喋りやすいでしょ。そう。昔それはやっぱり漫画トリオの癖があるから、そらそら右からのが。ね、お座り。お手。まあね、こいつはこないやんちゃしております。ちょっと師匠、短い足無理しな。なんでに一緒でいいの。足長いから余ってるから。君届かんのかい。口渡してあげて。足短い。あんね、皆さん、そら、まあ聞いたってくださいまあ4年間ついたりさん、弟子としてはこれは最高の弟子でした。言えます、最高。日頃やっぱりね、ああいうだけあってね、卒はない、容量はもう、これはもう世界一。一つの講座終わって私は楽屋を出ると、大体あ何分ぐらいで帰ってくるなということ、独特の勘でやね、察知しておるんです。ほんで、師匠いってらっしゃい言うてパッと送り出した後、ウェー楽屋でね、食うてね、寝転んでね、他の弟子集めて、よた言うてます。俺なんかもうめちゃめちゃ遊んでまるとねえか。あれ、そのか、あんたらばっかりが。で、ほんで帰ってくるね、1分前にも盛大してまんねん。誰も掃除やで。ほんで師匠が行ってらっしゃいと言うた、僕が送り出した時の姿が、もうイメージがピチッとこう合うわけだ。この髪の毛薄い、この髪の毛ピチッと合う。まあね、それからまあもう一つ聞いてくれ。まあ僕らの弟子時代というのは今と違って、ほんで小遣いはほとんどやりません。まあそのご飯お昼とか、まあ晩のご飯代は行くばっか、その当時で300円か、まあ500円か渡すわけです。いやいや、じゃあ70円。まあその当時としては、まあその当時で言うと1万円ぐらいのもんはやっとったわけです。ちゃうちゃう、そんなスライド計算やったからスライド計算やっても今の300件だ。まあまあ、お食事代というのを渡すが、小遣いなんかは一切渡さないですね。そうそう、まあ旅行った時なんかちょっと遊びに行っておいでとお金を渡します。それ以外はお金っちゃなものはまず渡しません。だからね、彼は考えよったわけですね。ちょっとお金を、小金を貯めて、スクーター、ラビットというやつ、スクーターを買うてね、堺東という大阪の大きな、まあ今新興都市のね、駅があります。その駅前で私とこ劇場離れて、あ、やすし、ご苦労さん、お疲れさん、言って帰ってからね、白タクしよったんです、そのスクーター。
そうやる方もやる方だっせ白タクいた大概タクシーやからね、四輪車で走る。この人は何を思ったか、スクーターで堺の東の駅前で堺東団地送りますせ、団地まで送りますせ、100円100円いりまへんかいりまへんか言うた。中にはもうサラリーマン言うたやつ、おいおいちょっと兄ちゃん乗してんか、そこや、あ近いとこタクシーも乗してくれ。えー、分かった、そのためにまたやってまんねん、乗んなあれ、パーッと乗って行きますせ、ビーン、パッと見た客おれいやこれ後で分かったことだっす、ひっくり返って頭割って血出してその明くる日私とこ来て、師匠どないしてお前ら今日元気ないやないか、すいませんちょっと3万円貸してもらおう、まあ、その通りほんま3万円言ったらえらい大金ですわ。いやオッケー、3万円のお前どないしたんや、なんか家でも不幸あったんかい。いやちょっと3万円いやいや事情言わないな、出されへんかなお前それだけのお金言うて、でこう順々に聞いたらその白スクーターをやっとったね、まあ、それでまあバレて、まあ、しょうもないことすないって、まあ、怒って、あの金まだ返してもらってないあれ忘れな忘れなまあまあそれでね、それ覚えたらいかん、まあ、まあそういうふうにしてね、自分でまあかなり経済性を高めたりね、いろいろ、あちょっとお客さんこれだけは聞いておくいや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 ほんまあのね、漫画トリオ時代というのはやっぱりこの先駆者たる漫才をやらないか、そうそうそう、何でも新しいものを目指してやろうというんでね、漫才のパイオニア、そうで、ある日ね小豚を一つ舞台へ使って、 それからひよこ100匹を放して、その豚を追いかけたり鶏あのひよこを捕まえる仕草で一つ、まあ言うたパフォーマンスな漫才やろう、でおい悪いけど安しどっかで小豚、この裏の小豚を仕入れてきてくれ言うた、大和郡山のなんか田舎の方へ、行ってね小豚を連れてきたんですわ、このぐらいのね、このぐらいのやつね、で荒縄でくくってね、で師匠言うてきた注文の、小豚を持ってきました、いやそうかこれ明日の舞台使うから大事にしとけよって、分かっております言うて、パンのヘタやとかそんなこうやったり水やったりして世話焼いてました。でその日に偶然使わんと、あくる日どうしてもやらないいかん仕事で岡山へ行きました。だからその小豚は一日使えずやから、あやすしこれお前の飯だ、俺の留守の間の飯だ、だから豚にこれ餌買おうってなんかやっとけよ言うて、お金をいくばっか置いて岡山へ仕事行って、あくる日帰ってきて、さあいよいよやるか、おいやすし小豚連れてきてくれ、舞台で使うから言うたら、もじ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 してまんねん。やすし、お前なや、早くもとこら舞台遅れるやないかい。師匠、なんやねん、舞台死にましたいや死にましたって、昨日ピンピン元気で屋上走っとった、梅田花月の屋上置いてました、夏ですわ、忘れましまえ、カンカン出るやん、カンカン出るその豚の餌代は食うわ、飯代持ってやな、遊びほうけてるから、豚に水はやらん、餌はやらん、カンカン出るや、豚にしゃべるな。で屋上上がった、豚触ったカチカチだ。もう豚の餌代ぐらいで。いやいや、あれいや、もう長女が時間見て言ってましたんや。最初はね、元気にしてましたよ。俺はまだ元気だもんね。そのうちまたさ映画見に行ったところでしたって、こんなとこ言ったらちょっとおとなしいさ。あ、もう寝るんかまから、おとなしい。寝るか。あらトンシやかこれ次に見に行ったらまあいろんなことありましたけど、いやそれとね、まあ師匠ね、それはまあ今ね、まあ、適当にわしの容量のいいことばしゃべりますけどね、まあ雨降ってるタクシーのつかみ方ね、から抜群やったな、これも絶対まずから抜群や、雨がブヤー降ってこようが、もう自分はねブワー濡れてね、タクシータクシー、その恨みがあるからこの間どつきよったタクシー、止まらんで出て止めてくれっけー見てね、で僕は怒るからね、やつになりっぱいだ、はい、タクシー止めってこう言うから、ね、そうそうそう、まあそういうようなことでね、まあまあ不肖の弟子ですが、まあトラブルを起こす弟子ほど、まあ可愛いと言いますかね、やっぱり一番気になる弟子ですわ、やすしが ね、まあそうだもんね、だからしばらく何もなかった世間を騒がせてくれなんだ、ホッとしますね。だからね、やっぱりね、最近おとなしいですよ最近これって言ったらニュースお前えんでよ起こしたいか起こしたいか、いや影薄いわほんまにいやーご苦労さんでございました
まあね、本当に初めてでしょ、これ。じっくり話するようなステージで。いやいや、ステージでこんな話するの初めてですよ。ああ、しかし君、豚といい、無茶するな。豚といい。しかし、内容といい、本当に楽しかった。うん、指定ならではでございました。はい、どうも、はい、ありがとうございました。じゃあ、横山のっぽさんはお休みください。ありがとうございます。どうもご苦労様でした。さっきわしが椅子大したから師匠後片付けなはれそらないそらない片付けてこいまあまあそれちゃんと片付けてるぞ片付けるやん今日は師匠お前も働け